や、いい日、ものは違いますね。いや、違います、違います、違います。いや、違う、まだ。違う。ミッチーナさんが入ってくれてた。はい、ということで、皆様、こんばんは。こんばんは。ちなみに、キャラは、インチさん、何使うんですか？何でも使える方なんですか？そうですね、基本レイスとかホライゾンとかですかね、多分。けど、多分ホライゾンでいいと思います。インシさん。インシさんじゃない、違う、ミッチーナさん。ちなみに今、インシさんがこちらに来ておられます。え、どういうことだ？ こんばんは。ああ、そういうことか。配信の方に、はい、なまんでさかだよ。あ、そ、なんでだよ。なぜかこちらになんでそっちにいんだよ。よっしゃ。すごいな。緊張するな。最初は何かされますか？いつもルーティンみたいな。いや、僕はないですね。ルーティンは。もう。ちょっとじゃあ日課させてもらっていいですか？え？日課をさせてもらっていいですか？あ、いいです、いいですよ。これやんないと、本当に弾が当たらないからもう。おどうしたっす？なんか来た。来ました。おお、バグっとるがな、一発目に。おい、訓練じゃぞ。一お人になっちゃった。い。おーい、訓練じゃぞ。バグんなよ。回抜けましょうか。戻った方がいいですよね。そうですね、一回。おい、おい、いいっしょ。おい、ごめん、もう少し待ってくれ。いいぞ、いいぞ、いいぞ。いいぞ。全然いいぞ。ゆっくりでいいぞ。ゆっくりでいいんだ、ゆっくりで。全然ゆっくりでいいですよ。ミッチーナさんは、はいはい。なんであの配信やろうって思ったんですか？最初のきっかけは、まあ、ただエーペックスやるよって、なんか見直した方がいいって言われて、あー、プレイを。そうそうはいで、はいはい。それでなんとなくやったって感じですね。なるほどなるほど。なんとなく始めてやって、気がついたら配信しとったっていう。なるほど。なんか、まあ、なんとなく始めたらこうなったっていうぐらいの。ああ、そうなんだ。なんか最初はそのツイッターとかでも、まあ人のを見るのは好きなんで、で人の見て、あ、なんかこん、あ、自分もこんな風にできたらいいなって思いながら、そうちょっですよとね。モチベーションを上げて、でやるみたいな。もうなんかそれぞれあるんだな。すごい、最初は特にいろんな人ともつながりたいというか、やってみたいけど、まあレベルがまあ、上手じゃないし、そうなんですよね。誘いづらいですよね、最初ね。なんでなんかこう、その、まあすごい配信してる人とか参加型とかでも、まあ、やったの全然下手でも大丈夫と言うじゃないですか。そうそうそうですね。確かに。その下手のレベルが、
いやいや、でもミチーナさんでも見てたけど、すごい。本当に始めたばっかですか？僕、年末に、最初は始めたんですよ。はい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 。あ、今年の？今年とか去年？そうそうそう。去年の12月の中旬ぐらい。そっから、なんとなく、やってて、まあ、なんか一人で、誘ってくれた人がまあ、上手だったんで。はい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 。なんかそのまあランクとか結構行ったりして、空いた時間でカジュアルで一緒にやってたけど、やっぱその人が上手すぎて、一人の時にまあなんかやるにしても、なんか一人で野良に入るとか怖いなみたいな。なるほど。なんか言われたら怖いなと。そうそうそう、そうなんです。でずっとグダグダ来て、で前のシーズンで初めてちょっとランクみんなやりうるし、やってみようかなと。そうです、そうです。でやった結果が、まあ、今までなんとか続いてるっていう。いいですね。いやけどなんかこうすごいガチでやってる人には申し訳ないですよ。いや僕もそうですね。思ってるわ。おい、こいつ。僕はもうそうですね。僕もなんかはい。言っても、自分まだ26、まだ、はい、まだって言ってもあれなんですけど、もう26なんですけど、まあ。流行に乗るじゃないですけど、ああ、もともと自分 PUBG のモバイルをずっとやってたんですよ。あ、そうなんですか。そうです、そうです。で、その、はい、そのまあ PUBG、 今私の配信の方に来てくれたんですけど、今はい、関さんお疲れ様です。関さんっていうこの方と一緒に APEX 始めようかっていうか、最初自分が最初始めてて、はい。で、まあ、きっかけがそのリア友さんなんですけど、自分の。ああ、そいつをもうなんか一人でソロでマスターを目指してるやつだって、エイペックスおもれよってなって、あ、分かった、ちょっと始めるわって言って始めて、最初スイッチでやったんですけど、はい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 、まあ難しくてマジで、あ、これ無理だってなって、どうしようって相談して、プレステでやったらっつって、あ、じゃあそうするわっつって、あのスイッチ売ってプレステ買って、でまあぐちゃぐちゃわちゃわちゃやってて、はいはい、でまあそこそこ敵も倒せるようになってきて、はい、じゃあちょっと俺もランクやってみるわって言って、その時行ったのがゴールド3とか2ぐらいで止まって、はい、これおもろいねランクってなって、でそっからもういろいろそのディア友に聞いて、お課題とか、まあ、こういうの練習したらいいよとか、はいはい、めちゃくちゃ聞いて、はいはい、けど、そうっすよね、そこまで。僕なんて PS 買おうと、けど高いなと思いながら、確かに会社の現場の人にもらいましたもんね。あ、そうなんだ。そうそうそう。なんかたまたま持っとって、もうやってないっていう人がおったんで、安く譲ってもらえませんかって言ったら、あげるよって言われて、優しい。いや、それはちょっと申し訳ないって。いや、確かに。あげるってなかなかで、え、もらえるっていうのは、いや、もう本当にあげるよってなかなか言えんと思う。さすがにヤバすぎる、すげえ。
で、まあ、いろいろ練習して、はい、であのもう一人連れがいるんですけど、はいはいはい、それさ PC だったんで、あその PC サーバーとか行ってはいはいはい、はい、ゴリゴリに揉まれたりとかしてで、あとで先々シーズンぐらいに初めてプラチナ行ったんですよ。あ、そうなんですか。そうですそうです、シーズン 11? はい、僕が始めたのは9か10ぐらいなんで、あははは、でプラチナ行って、いやこれマジダイヤ頑張るわって言って、今ラックシステム変わってめちゃくちゃ揉まれてますね。僕もこの前シーズンがなんとかプラチナで、いやすごいですよね、いやもうどこかでプラチナ行ってすげえ。その今回が、まあ、今回そのシステム変わってみんながなんかそのフルパじゃないとみたいな、いやきついですねちょっと、でそれを聞いとったんで、もう、まあ、カジュアル楽しめばいいかと思いながら、まあ、最初の1週間ストームポイントだったじゃないですか。はい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 、はい、でまあ同じストームポイントならランクでいくかと思って、そっかもうずっと気がついたらランクしかやってない暇あればランク回しちゃってるもんね。なんだかんだでそのシルバー2まで来とるんで、もうとりあえずゴールドを上がろうと思ってですね、もうゴールドがまたなんか結構しんどいみたいな、なんかすごいなんか今魔境になってるって聞きました、ね、そうそうそう、ゴールド隊おーポテー、なんで急にビッツ投げたなんで急に投げた、なんでケイちゃんも投げた急にどうした、みちごりさんって方いるじゃないですか、はい、はいはいはい、あの方はエペリアやつはですね、はい、やってないです。あ、そうなんですか。やつはあのミルセンの、あ、そうそうですそうです、だけど道堀さんがいなかったらここに来てないですか。そうなんですよ、だからね、まあ、やつのコミュニケーション能力はすげえなって思うんですけどただ最近来てくれないんですよね、多分。あ、そうなんですか。お仕事で疲れてんだろうなって。そういうことですか。そうそうそう、もうね、本当に嫌われた俺、マジかわいそうな、実は嫌われたんかって言ってたら多分ね、ひょこってくるからね、あいつ最初、僕の配信の方に来てくれた時にめっちゃコメントもしてくれてで、普通にみちさんマイクの音量上げた方がとか、へえー、そんなこと言ってたんだ。で、そん時にあの自分はあの違うとこでモデやっててみたいな、あーそれでか、そこで調整の方をやってるんですよっていうのがあって、でその日に見に行ったんですよ、配信を。ああそうだ、来てくれただったらあのみんなお釜になってもらって時間も時間でこういうあれなのかなみたいな。え、違うんですよ、あれはあのそういう縛りがぶっ飛んでくるんですよ。あー、そういうことですか。あの丸々縛りっていうのを作って、はい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 、はい、でよくやって、はい、のはお、リュウさんこんにちは。よくやってたのは、はい、まあその口調縛りと、はい、あとなんだっけ、まあ武器縛りと、
ああ。でも今んとこそれぐらいなんですよね。なあれはかなもう、か。チャンネルポイントでいきなりぶっ飛んでくるんですか？ああ、来ます。まあ大体ゴリがいるときは、はい。今から縛るよ、みたいな。ああ。ちょっと待って、今ランクって。ちょっと待って、待ってって。おい、誰がオカマバー本業や。配信外おねえじゃねえわ。オカマバーのマスターってなんだ。配信に僕の方に来てもらった時に、お米さんが。はいはい。で、あの時のコメント、まあ、ありがとうございますが、たまたま抜け取って、はい。で、みんなが何て呼ぶよるか分からんし、あの時の配信、確か、なんて呼ばれたかな、コメコって呼ばれよったなと思って。ああ、なんか呼ばれてました、呼ばれてました。コメコさん、コメントありがとうございましたって そう、なんかね、米粉になっちゃった。あれ何やっあたんやろ、辛かったって。嘘や、ごめんや。じゃあミッチーノさん、ちょっと行きますか。おますい、か？マジやねえよ。 マジやねえ、マって言うな。ちょっとご飯食べていいですか？あ、いいですいいです。一瞬で食べます。誰が前や？絶対今作ったの失敗だった。緊張するんですよ、コラボって。絶対失敗だ。なんでラーメン作ったんだろう、俺。バラーメカンだ、ですか？バカだ。もういいや。伸びろ。お前なんか伸びちまえ。ラーメンってカップラーメンですか？あ、そうです、じそうゃでなす。くて、ああ。よーし。ぶにょぶにょになる。 じゃあ、ちょっと、一奈さん、軽く、美容いきますか。あ、いいですよ。うわ。僕、しっかりケツをついていくんで。いや、僕がついていきます。僕、ヒル僕が。パクだけが得意なんで。エイペックスはね、それに怒ってちゃダメですから。そうですよ、ラーメンスープから作ってますか、俺。スープから。 ダメですよ、これ。大体嘘ですから、こういう時。 何時間煮込んどったんす？ 何時間だろう。もう私たちの出番だよ。今度ツイッターにあげてね。作ってないです、すいません。ちょっと盛りましたね。盛りましたね。ケツに入れたい。おい、やめろ、お前。おい。チャンピオンを紹介します。演者か傍観者、
どちらになるかは自分次第です。びっくりした。俺やん。呪いでもあり祝福でもあります。任せなさい。来て。なんかいいな、軌道持ちがキラキラ眩しいですね。キラキラだ。もうラーメン作りたくなってきたじゃん。これ俺に言われても。それはてめえで買いに行きやがれお前。マック食べたくなってきたじゃねえよ。フリしてるわ。あー、尾道ラーメン美味しい。尾道ラーメン実家から送ってきてくれたんですよ。え、実家尾道じゃん。あ、違うんです、全然違うんですけど。たまたま。そう、たまたま、本当にたまたまです。ミチーナさん、武器何使うんですか、いつも。あ、オルタネーター使ってるな。そうそうそう、オルタと、オルタネーターを発見。あとは、まあ、ショットガン。僕、遠距離ダメなんで。ゴリゴリ系だ。当たんない。全然。進化シールドを発見。レベル2です。え、いいんですか？あ、いいです、いいです。いや、多分、まだめっちゃあると思います、こっちの方。来た。まあ、おじさんを持ち上げてもええことないですよ。いやいやいや。何をおっしゃるかと思えば。またね。あ、やっぱりな、出ると思った。レベル3です。出ると思ったんだよ、出ると思ったんだよ。え、ちゃん、武器何使うんですか？あ、僕は特にこだわりないですね。あ、こだわりなし、何でもいける。何でもいける口ですか？何でもいけるようにしました。お、Kさん、ポテさん、またな。これはちょっと、またな。新しいキルリーダーですか？そんな称号、的になるだけですよ。あ、そうだ、俺スナイパーなんて持ってる場合じゃねえ。どうした？あ、はい、いや、私ミッションをずっとやってて、なんだっけ、あれの、あ、RP じゃねえや、何でしたっけ、ね、名前が出てこない、なんだっけ、名前が出てこない、このミッション、あと45秒です。次のリングまで急ぎましょう。スコープを発見。なんだっけ、中距離用です。名前が出てこなくなっちゃった。レベル2。え、エテの、そうです、あ、え、あ、バトルパスの、はいはいはい、あれをずっとやってて、はい、で、なんかショットガン2500ダメとか、はいはいはい、ああいうのも楽しみながらやってるんで。あ、そういうことですか？そうです、そうです。進化シールドを発見。ありました、レベル3。そういうとこにも楽しみを見出すっていう。そうなんですよね。あ、もう、え、飛んできた、え、飛んできた。リングが動いている。ここいますね。敵が見えない。ベールの向こうをお見せし。痛い。リロード中です。あ、上か。上ですね。シールドリチャージ中です。痛すぎ、痛すぎ。上にいるな。ハートを受け取れ。
わフラグを投げます、グレネードを投げます。まだいるな、そこ。うわーう、くそ、位置悪い。わー、飛んできた。ちょっとこっち下がってば。さーて、どうしようかな、これ。入らねえのか。足音が聞こえますけどね。上ですね。これずっと上いますね。いた。キューズに。バレてまーす。ナイス。オーケー、オリー、ナイス。ナイス。包まれました。バイ。やばい。もうそんな来てたのか、リング。ちょっと長引きすぎちゃったな。やばーい。次から参加します。OK、インシュー、ありがとう。最強の助っ人が。最強の助っ人が。最強、最強男が来る。よいしょ。やっぱ視野の信用強いな。インさんこっち来てます。最強って言うんだよ。インシュ最強。いやもう間違いないですよ。間違いないですよ。持ち上げます。ダブハンツもやっと余裕って言ってましたからね、この間。マジっすか。あ、やばいなそれ。やべえ、これ怒られるかな俺。発見レベル2です。ダブ爪なんか余裕やろって言ってましたからね、この間。ハッキー許すな。いないのか。あ、ここいねえんだ。おお、死んどるから。近くにデスボックス。じゃあ、おるな、おったって。移動してるっぽいっすね。次のリングが見えます。マップを確認してください。なんかいるな。レプリケーターが来ますよ。どこだ？ちなみに、マップ、全然把握してないんで。ファイトナイト、タービン。そっちか。そっちなのね。どうしようかな。バックパックを発見。レベル2だ。ないな。いつもこう、あの野良と、野良さんとやりよるときは。はいはい。アサリを取ったら気がついたらみんなおらんのさ。そうなんですよ。めちゃくちゃわかりますよ、これ。なんかめっちゃ撃ってるな。どこだ。あー、でも倉庫っぽいな。あー、多分ここですね。了解です。これリング入っちゃいますか。
ショットガン大体何使うんですか？リングは近いよ。ピーカーですけど、時々ハンマーポイントつけた。あーモザンビーク。ピースキーパー落ちてないでしょ。で最近減りましたね、本当に。先シーズンめちゃくちゃ落ちてたのに。なんかなんとなくなんかモザン持ってキャッチでハンマーポイントつけて。あーそうそうそう、そのもう離せないってなっちゃう。そうそうそう、勝手に縛られるやつ。強いのは強いんですよねモザンビーク。そうですね、ハンマーポイントついたら。そうなんですよ、つかんかったらちょっとしんどい。どこだ、どこだ。リングが動いている。こっち、ピースキーパーを発見。あ、またいる。近い。どうしよう、ハンマーポイントついてるじゃん。いや。あ、ここいる。敵が見えます。近いです。報告、ケアパッケージを輸送中。赤アーマー。攻撃中です。オクティアン。逃げたな。ケアパッケージだよ。あ、反対から登ってくる。いやだ。うわー、それはキモい。めっちゃケツに。いやー、ごめんなさい。あ、でも割れるかこれ。やばい。いや、行く行く行く。ヤンキー、ヤンキー、ヤンキー、ヤンキー。あ、任してください。これはヤンキー。全然姿見えんかったな。どっから来たんだろう。奥田がいる。さあ、飲酒が来れる。あ、そうかそうか、来れるって言っとったんですよ。インシュボイチャー招待してるから入っておいで。うん、マッチ中だ。ああ、訓練所だ。ああ、そういうことですか。こんばんは。こんばんは。はじめまして、よろしくお願いします。お願いします。こんばんは。一応緊張をほぐすために、はい、アーカイブに残ってる動画見ました。見ないでください。恥ずかしい。ちょうどお米さんとデュオやっとるやつだったかな。めちゃくちゃ強いっす、この子は。もう最強。全く強くない。いや、もうケツをついてまいります。一番死んだり。だいたい 1マッチ1000ダメ余裕で超えますから。嘘をつくな。嘘をつくな。平均めっちゃ高くない？演習多分。え、どうなんだろう。ちょっと今配信の準備してます。だいたいみんなどれくらいなんですか。僕平均今340とかしかないですけど。いや、俺まだ全然ですよ。俺290ぐらいしかないですもん。ちょっとなんか最初にやられすぎて、はい、ダメージのクソもなかったからも。これでも今だいぶなんか回復していってます多分。最初多分100なかったです、それ始めた時。僕なんてその年末やってちょこちょこしかやってない期間がぶちあったんで。はい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 。もう
最初キルレとか 0.0 何歩とかでしたよ。いやそうそうそう、そうなります、そうなります、マジでそうなります。お待たせしました。うん、ダメージ、うん、ダメージ自分493ですよ。やばそうでもない、やばい、シーズン13やべえ、足引っ張る。これ通算だと393ですね。ああ、それでも、ミッキーナさんマジうまいな、始めたばっかとは思えない。全然思えない。いや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 、上手だった。もう普通についてこれるだけでだいぶすごい気がする。誰ですよ、もう指がカッサカサで、このコントローラーすぐ外れるんで指サックつけてますからね。あ、そうなんですか。そうそう、この前ゴム製の指サックが一歩ダメになりました、穴が開いて。指サック、指サックって破けるんだって思いましたけど確かに相当夢中でやってるってことですよ、もうそれ。まあ、なんか真剣さが伺える。まあ、パーブジーとかやりよった時もなんか1日空いたら感覚がなんかダメになるってよく言うじゃないですか。まあ、言いますね。まあ、で開けずに開けずにって思いながら、まあ、週末とかもめちゃくちゃキャンプとか、まあ、プライベートでやっとるんで行きたいなって思いながらも最近エペ優先してますガチだフフ期間関係ないもんね。うん、期間、うん、どういうこと、何ぼ期間空けても関係ないもんね。関係なくないよだいぶ下手よ、信じられないぐらい。2年ぐらいプレステ触ってなくても普通に、ね、そうっすね、2年ぐらい3000ハンマーとか取るもんね。取ってないよ、一回も取ってない。おまけで爪痕ですか。そうです、ね、おまけ程度だおまけの爪痕だから、ね、うん、カズマさん、ケイさんいらっしゃい、ホテさんもいた、ホテさんもいらっしゃい。行ってみたいな、おまけでおまけで爪痕とかも。なんか鳥を行くんですか今日。とりあえず鳥をやるんですか今日。とりあえず今日はランク分回すかっていう話にはなってます。はいはい、了解です。キャラクターは何を。でも何でもいい、使えばいいんだ。何でもいいよ、そんな縛りはないです。ワイ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 、今日はワイ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 盛るのよ。了解です、うん、ワイワイ盛る、了解です。でもキルムーブ、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 目の前でダブハンとか見たいですね。鳥を、普通に鳥を行こう。とりあえずインシュのやっぱアップがいるやん、アップがいるやん、やっぱ。まあ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 いらん、え、変わらん、変わらん。いやこれこれね、うわった、今日めっちゃ重いかも。あ、今日めっちゃ重い俺。あ、また自分やべ、回線優勢にしてね。あ、あら、いない。あ、今日めっちゃ重い。やばい、いないっす。一人。相手してな。熱烈なファン来た。自分のコメント欄熱烈。やばい。愛燃えるぐらい熱烈がいる。まずいまずい。これまずい。まずい。来ないっすね、これ。今日ダメだ。今日ダメだ。今日めっちゃ重いかも。お亡くなりになりました。死にました。いやでもチャンピオンも2人しかいない。めっちゃかけまくもうみんなかけて。ほらもうこれやばいって今日。もう初動降りしちゃいますか。そうですね。もうあの戦いに行きましょう。え、ってか待って。二人のところ多くない？多いっす。あ、でもそうでもないや。これマスターキットってやつ？紫。そうっすね。まあまあ、ちょっと、ひとまず。
あ、ちょっと。やばい、引っかかった。え、なんか違う人出てきた。やばい、やばい。やばい、やばい。違う人出てきた。もうダメ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 。ちょっと？ひどいな。なんか知らん人出てきたけど。誰？そう、動かん。あ、間違えて投げちゃった。間違えて投げちゃった。武器チェーンしたのに、おら。痛い。痛いです。ちょっと。おちょっとどんだけいるのって待って話なのよね。待って、めっちゃ見たい、めっちゃ見たいけど全然見ない。見る見る見る。ごめん、ちょっと待って、自分のコメント欄がやばい、怖いね。だからそのペロペロをやめなさいって。え、待って、なんかさ、めっちゃバグってんだけど今日エイペックス。ちょっと一回配信落ちるかもっす、すいません。またすぐ始めます、申し訳ないっす。なんか今日やばい、今日やばい、めっちゃ重たい。なんだおい、しっかりしろエピックス。あれ、誰もおらんなった。戻りました。あ、帰ってきた。もうみんな米どうした、米なんかねめっちゃバグってる。なんかお米さんだいぶ重そう。うん、めっちゃ重たい。俺さ、訓練所入れんかったからね、これで。あ、そうですよね、1回目。そうそうそう。あ、そうだ。おい、マジかよ。遊んでる人いたな。遊んでねえよ。遊んでる人いたもん、さっき。お願い、待った。え、どうした、マジ何それ。一回ゲーム落とすとか。落とすしかないかも、これ。またお米さんいないんだけど、どういうことねえ、何これ、日曜日だから。あ、そういうこと。あ、やる気ある、ね、めっちゃやる気満々今日。めっこう重たい原因って、あ、回線パンク？有線は有線なんですよね。僕有線です。あ、日曜日だから回線パンクしてるって。マジか。ああ。なんでよ。安い回線使いやって。光にしろよな。飲酒の配信終わって泣いてる？うん、また始まったよ。始まってるってケイちゃん。始まったもんね。僕は全然快適ですけどね。自分も快適ですよ。いいな。どこも光だもんね。もういいし、俺だってそれにするし。どこも光だもんね。俺もそれするし、もう。僕も光です。お米さん、どこもなの？一応どこも。うわ、一緒かよ。ふん。飲酒機種なんだよ、言ってみろよ。あれはなんだ、10R だもんね。はあ、一緒じゃねえかよ。おい、一緒だよ。おい、ふざけんなよ。ここは上か下行けよ。おい、え、色なんだよ、色。色黒だよ。あ、黒かよ。うわ、不次元だ、だっせ。俺白だもんね。うわ、白だっせ。え、黒なんて、何言ってんの。あ、ボムさんお疲れ。あ、ボムさんだ、やべ。お疲れ様です。今お米さんがいじめてきたんで言い返してただけです。お米さんのせいです。いなんか飲酒が喧嘩ふっかけてきました。いや、なんかお米さんがなんか調子に乗ったこと言ってたからだとこいつ飲んだし。あ、目の前いる。あ、ごめんなさい、間違えました。いや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 、喧嘩しないの。はい、行きます。椅子が割りかけですね。ねえ、俺も参加したい。わあ、早く来いし。俺も参加したい。いや、早く来いし。やばい、
やばいな、ちょっと俺も一回配信落とすわ。ちょっとごめんね。やめちゃうんだ。ちょっとやばいわ。ちょっと一回落とします。